今日午前、苫小牧市の路上で女性が倒れているのが見つかりました。警察はひき逃げの疑いがあるとみて捜査をしています。今日午前7時20分ごろ、苫小牧市永福町1丁目の国道36号線で人が頭から血を流して路上に倒れていると警察に通報がありました。その女性倒れてたので別の方が解放してたんで駆けつけて通報した感じです。後頭部から出血はしてました。女性は横断歩道に倒れていて病院に搬送されました。警察によると女性は80代で頭を強く打っていて手当てを受けています。女性は倒れた瞬間の記憶がないと話していて、警察はひき逃げ事件の疑いがあるとみて捜査をしています。